ーソナルカラーについてお話していきたいなと思います。人によって似合う色っていうのがもうバラッバラであります。これが8万円するダウンジャケットには見えませんね。似合う色っていうのは全員絶対もうどれかは持ってるんですよ。はい、本日ですねパーソナルカラーについてお話していきたいなと思います。ということで今回弟も参加してくれたんですけども、僕もパーソナルカラー診断持ってるんですけど、弟もパーソナルカラー診断を持っていてですね、この動画は、パーソナルカラーまず何っていうのと、おすすめのサロンここいいですよみたいな感じで最後終わっていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。まずはパーソナルカラーというのは似合う色を探していきましょうということで、例えば僕今着てるようなグリーンのジャケットって、みんながみんな着てこうハマりやすいかって言ったらわからないと思いますし、例えば僕みたいにちょっと茶髪入ってるメッシュ入ってるのってみんながみんな似合うかって言われるとそうじゃなくて、僕は自分のパーソナルカラーにこの色が似合うからただやってるだけで、人によって似合う色っていうのがもうバラッバラであります。で、以前ねパーソナルカラーの診断のお客さんとかも来てもらって、この辺にガトとかパンと今載せると思うんですけども、似合う色っていうのは全員絶対もうどれかは持ってるんですよ。じゃあそれが何なんかっていうのはわからないんですけども、まあ客観的に見ていくと、例えばこの人とかやったら何色が似合うんですか、パッと見たら人のやつは分かるけど自分のやつが何が似合うっていうのが分からへんから、まあそういう診断があるよということになってるんですけども、これ面白いもんで僕ら兄弟でも全然違います。この後ドレープ当てていってほんまに似合うか似合わへんかっていうのを分かっていただけると思うんですけども、まあ全然違うよということになってるので、不思議と皆さんお客さん来てくれてる人って今まで自分が似合うって言われた色を着てる人が多いやん、うん、で似合わへんって言われてるのでちょっとずつ避けてて、なんか黄色似合わへんなんか気がするから僕黄色着ないんですとか、なんか青すごい褒められて言われてみれば彼女とかに褒められるから青ばっかり着てるんですってなったりするから、実は正しいんやけど、それを理論的に喋っていこうっていうのが、まあこのパーソナルカラーということになってて、女性は多いんですけど男性がちょっと少なめということになってるので、まあこれは男性向けのチャンネルなんで男性向けて喋っていきたいなと思うんですけど、まあいろいろ喋っていく前にもう色を見ていきましょう。じゃあまず座っていただいて、多分ね皆さんこういう感じで生地こうやって当ててるの見たことあると思うんですけど、これまあ何をしてるかというと、例えばこの服を着た場合どういう風に顔が映るかっていうのを見てるんですよ。でこの人の顔って今これ見てもらったら青は結構似合うんですよね。あいけるやんって思うけど、次も同じか青なんやけどちょっと印象変わるんですよ。あれなんかちょっと暗い感じになってきたなと。でこっち戻すと、あちょこれは似合ってんだけど、こっちなんかちょっと暗いかな。でもっと分かりやすいな、これ次赤色いきます。赤、まあこういうの別に似合ってはないけど無理じゃないかな。こういう洋服ポロシャツとか着た場合どうかな、まあ無理じゃないかな。ただこれは無理やなっていうのがこれ、ちょっと一気に病人っぽい感じのこの服着た瞬間ちょっと体調悪いんちゃうかってなってくるのが、この人はこれが苦手だと。だから全員が全員これが苦手なわけじゃなくて、僕の場合はこれが得意なんですよ。彼の場合は同じ兄弟のにこれが得意でこっちは苦手と。でじゃあ次緑も見ていきましょう。緑、まあこれもまあいける色ですね。あ似合ってるなーという色。まあ正直言って僕らから見たらもうモニターほぼ見えてないんだけども、多分いける色でしょう。ただこれはちょっと確かに元気なくなっちゃってるなっていう風に。例えばこのアウターが来た時同じ緑でもこういうのちょっとやめとこう。専門的な言い方すると濁ってる色はやめとこう。でこれはクリアな色、この人はクリアな方似合うよねっていうのがこれで分かってくると。じゃあ次はね男性がよく多い、スーツを見ていきましょう。例えばこういうネイビーがありますよね。こういうネイビーがいいのか、それともこういうちょっと光沢感のあるもうちょっと深みのあるネイビーの方がどっちの方がいいのかな。ちょっと顔に影ができてないかな。よく見てもらったらちょっと影がこっちはできるな。こっちの方がもうちょっとまだマシかな。でも黄色っぽい顔になってるなとかっていうのを見ていくので、布一枚当てるだけでね、まあこれがスーツやったとしたら全然顔の印象って変わってくるんですよね。でこの人はネイビーを持ってあるから、次ブラウンやりたいって言ってたな。じゃあブラウン見てみようか。ダメだこれ、この人ブラウン着たらもう全然土みたいな色になってるなってことでね、全然あかんやんっていう風になるのがちょっとこの人は厳しいかな。どっちのブラウンにしてもあんまり良くはないよねっていう風になってくるし、まあ黒はどうかな。じゃあ黒でも、黒って同じちゃうのって言うと、なんかアンミカは200種類か300種類あるとか言ったけど、黒でもこういう黒かもっと暗い霊服っぽい黒、どっちの方がこの人いいんかな。霊服までいったらちょっと顔暗くなって怖いなとかっていうのもまあ見ていくと。でこれするだけでこの人のスーツはもうネイビーじゃないですか。もうネイビー買ってくださいと。ネイビーの中で遊んでいきましょうという風なことが分かるので、そういう風な色を見ていくと。じゃあよく巷で言われるイエベブルベってやつにいきましょう。イエローベース、この人イエローベース、これねまず見ていきましょう。イエローの中でも濃いイエローが得意なんか薄いイエローが得意なんか見ていきます。濃いイエロー、中間ぐらいのイエロー、薄いイエロー、なんかこれどうかなとかね、ああ自然になってきたな、ヨーヨー見たらこれちょっときつくねみたいな、ちょっと顔に色合ってなくねとかっていうのもこういろいろ見ていって、どの色味の濃さが一番この人に合うんかなっていうのを見ていく。イエローベースですねっていうのをまずこれイエローの中で見ていく。次はブルーの中でも濃いブルーのところが一番合うのか、それとも中間のブルーのところがいいのか、それとももっと暗い
ブルーの方がいいのか、これ見てもらったらこの人ブルー得意なはずやのに、あれなんかちょっと病人っぽいなってなったら、この人はやっぱ濁ってる色が苦手やから、これちょっと濁ってるんですよね。やったら、まあ、こういう風な明るめでなおかつパッキリした色の方がちょっと似合うかなとかっていうのも見てくる。ただこの人の場合これだけじゃなくてこっちもいけるっちゃいけるんですけどもね、どっちかって言ったらイエローの方がきついかなっていう、ちょっとしんどいかなっていうような感じが、これで洋服ポロシャツ買いたいです。黄色はちょっと好きかもしれないですけど、それやったらちょっと話しましょうかっていうのが分かってくるってことですね。で一回ちょっと僕の方も当ててもらいましょう。では先弟に当てたやつと全く同じ色今から出てきますね。ツヤある方とちょっとツヤがない、濁ってるっていうのね、先ほどが苦手やったのが濁ってる方なんですけど、僕は濁ってるのにいけるんで、どちらかといったらこっちの方がちょっとあれかなっていう感じですね。まあ、無理ではないけど、うんうん、まあ濁ってるのも全然いける。次いけお願いします。ちょっと無理してる感がこれで分かると思うんですけど、まあ、これで見てる感じで、別に無理じゃないやんって思うけど、次濁ってる方が得意やから確かにこっちの方がいけるってなると思うんですけど、なんかねこう若々しくしようとしてるんかなって思う。無理してる感が、うん、こっちの方がしっくりて似合ってるかな。それ何で分かるんっていうと、シミとかですね、顔のシミとかが目立たんくなってくるんで、シワとかも。オッケー、次グリーン で、はい、で僕の場合はこういうパーンと明るめするとちょっとシワとかがはっきり出ちゃうんで、こっちの方がシワとかシミとか全然分かりづらいっていう感じになります。はい、では次スーツですね。ネイビーのスーツが似合うか、ブラウンが似合うか、ブラックが似合うか、僕の場合はもうブラウンです。先に言います。ネイビーでも薄いのかちょっと濃いのかと先に言ったもんですね。ちょっと青ひげが目立つかもしれないですね。青はどちらかといったらこっちの方がまだ似合うよね、こっちはちょっと暗くなるよねっていうですね。これの方がまだ多分さっきよりしっくりきてると思うんですけど、ブラウンの中でもこっちの方がちょっと黄色っぽいで、こっちの方がちょっと黒っぽいというか土っぽいというか、多分ブラウンはどっちにしてもねイエローに近いのでそんな苦手な色じゃないんですよ、どっちに行ったって。まあこれっていうのはないけど、まあこっちの方が似合うから、まあこっちでもいけるかなという感じですね。はい、次で黒がさっき言ってたちょっと艶のある黒か、礼服みたいな黒かと、ちょっとこっちになったら暗いですよね。まあ、こっちの方がちょっと艶あっていいかなと、ちょっと黄色っぽいと言いますか。では黄色とブルーです、どっちが似合うか。黄色でもビビットカラーみたいなのか、中間色みたいなのか、パステルカラーみたいなのかっていう感じですね。ずっとね同じ顔してるんですけど雰囲気が変わっていくんですよね、どんどん。この濃い黄色で次中間になってちょっとだけ顔が薄くなっていって、さらにもう一個やるともっと顔が薄くなってくるとなってきます。で次ブルーがですね、どんどんこんな感じで暗くなっていくんですけど、僕暗い方が得意なんで、これも全然濁ってる色だけどいける、あの病人感は出ないということになっております。でそれが分かってくるとですね、次似合う服が分かってくると。でナンガとかは特にこういう濁った色ばっかりやから、例えば僕が着るとこういう濁った色味全然苦手じゃないんでね、あのパッと見たらあいけるやんってなるんやけど、この人濁った色に苦手やから着てみるとこのようにね、なんかちょっと残念な感じ、別にこの色買わんでもよくないっていうような色味になる。もうちょっと近づいてもらったらなんかちょっともったいない気しますね。で、これカーキ、これも同じくナンガなんですけど、これも濁ってるんですよ。色味的にはパキッとしてる色じゃなくて濁ってるけども、まあ、僕全然苦手じゃないからいけるんですけど、弟は濁ってんの無理やから、はい、まあどんな感じですよ、ちょっとアップしてください。これが8万円するダウンジャケットには見えませんね、残念ながら。もったいないですね。他にも似合う色あると思うんで、じゃあ何が似合うのって言うと、さっきみたいにブルーが似合ってたんで、ブルー一回着てみましょう。一気に華やかになりましたね。この人これ似合ってるから無理してるかもないし、綺麗な感じで顔にもぴったり合ってるかなと思います。さっきのこれと比べたら多分別人にな印象になったかなと思いますが、僕は逆にこれが似合わないのでちょっと無理してる感というか、若作りしてる感がちょっと出てくるので、僕は逆にくすんでる方が得意なんですけども、もっと差が出やすい色としては僕らの場合で言うとオレンジですね。オレンジはあの僕が個人的に一番得意な色味なんで、何が来ても基本的に合わせれるっていうのがオレンジの、まあ、僕の場合がそうなんですけど、それが弟来た場合どうなるかっていうと、はい、まあ、こんな感じになるのでちょっともったいない。さっきのブルーに比べるとやっぱりちょっと似合ってないかなっていう印象になるかなと思います。はい、ということでね、最後同じマウンテンライトジャケットって全く同じ種類のジャケット着てるんだけど、色が違うのを選ぶだけでこんだけ雰囲気がやっぱ変わってくるっていうのがすごいあの印象的かなと思います。初めて僕もパーソナルカラーさんが2022年の夏かなんかにしたんですけど、そこで初めて自分に似合う色を分かって、あ、俺だからこういうオレンジばっかり選んでたんかっていうのが分かってきたんですけど、最近ですね。うん、そうですね、今年のほんまに何月？半年前ぐらいですね。やっていろいろ分かったんですけど、あの個人的にねおすすめのあのとこ、こうやって今後じゃあ俺もやってみたいなとかっていう方がいらっしゃったら、おすすめのところはね、まず一つっていうのが僕らの師匠のとこ、うん、僕らの師匠のとこは流派が全く一緒やから、あの僕が診断するのも同じやり方でやるし、うん、師匠も同じやり方がやるので、そこにぜひ行ってみてください。
ください。そこは一応下載せれたら載せとこうか。そうですね、うん、で、予約していくって感じなんで、なんかホームページには女性みたいなこと書いてるけど、男子も受けようと思って受けれるよな。うん、多分行けると思いますね、うん、受けれると思うんで、問い合わせしてみてください。で、2つ目っていうのがどこかというと、僕が個人的に受けたところ、東京で受けたところで、うん、その方はメンズやねん。男性の方、そう、男性の方やからメンズ受けるのも全然できると思うんで、はい、やってみてください。ただ一点気になるところが流派がちょっと違う。だから僕がやるのと全く同じではないけども、うん、まあ、パーソナルカラー診断っていろんな流派があるから、そのセカンドシーズン出したりとか、僕で言うとこれ秋なんです。秋が、オータムっていうカラーしてるんだけど、彼は夏なんですけど、夏でもちょっと特殊な夏っていう感じなんですけど、うん、第2シーズン出せって言われたらちょっとむずいやん、本来ね、うん、やけどそれがいけるっていう流派もあんねんか。だからそれちょっと考え方違うんですけど、その男性の方もいらっしゃるので、そこもね、僕は受けたところなんですけど、受けてみてもらったらなと思うし、3つ目、いやとは言いながらも女子の意見気にしたいっていう人見てるやんか、その人は僕たまたま顔タイプ診断っていうところの勉強会行った時に隣に座ってた人なんやけど、その人勉強熱心な人やねん、でしかも若いで綺麗やねん。だから綺麗な女子から診断されたいっていう人なんかはそこがいいかなと思うんで、その方ちなみに大阪です。だから1軒目の師匠も大阪やし、3軒目のところも、大阪なんですけど、1軒目の師匠は女性の方なんですけどね、そうですね、お孫さんもいらっしゃるんですけど、3人目の女性の方は僕らと同世代ぐらいかな、ちょっと年齢は聞いてないんでわからないんですけど、たまたま勉強会隣にいてて喋ってたらすごい勉強熱心な方やなと思ったんで、いろいろ診断してもらえると思いますということになってるので、たまにネット診断とかで、なんかこの血管見えたらブルーやとか、うん、なんかあんねやろ、あります、あります。あんな適当な診断したらもうむちゃくちゃなことになるから、俺これブルーやからブルーが似合うでって来たら全然似合わへんってなるから、極力見てもらって当てないとはっきり言って分からへんから、僕自身もね、いろいろ何人か診断してて、パッと見この人、あ、うん、ちょっと秋かなとかって思ったら全然違うかったりするんで、正直それのなんか瞳がブラウンやからイエローですとか、そんなんでは分からないんで、肌がとかよく言いますけど、そう、極力行った方がいいかなと思います。でも値段的にもそんなに多分、今紹介した3つってめっちゃベラボーに高いわけじゃないから、うん、行きやすいと思うし、東京の方やったら東京やし、関西の方やったら関西っていう感じかなと思います。まあそれ以外にも、ね、実はカラーだけ今日喋ったんやけど、顔タイプとか、骨格とかもいっぱいあったりするんですけど、まずは色味だけ押さえておけば、今後何買うか、まあ、ナンガはもう多分買わへんやつか、うん、買わないですね、色がもう全然あかんから、うん、別注とかで派手なやつ出てきたらいけると思うけど、そうですね、普通の多分インラインのタイプはちょっとやめといた方がいいかなっていうのが、これ半袖やったけど上はちょっとやめといた方がいいよ、うん、特にやっぱ顔周りですね、靴とかに僕青持ってきたりしても全然いけないけど、やっぱ顔周りにマフラーとかジャケットとかにそういう似合わない色持ってくると、なんか自然な感じじゃなくなるので、まあ、気をつけていただきたいなということで、本日はですね、パーソナルカラー診断についてお話してみたい動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。